森友事件、赤木雅子さんによる佐川氏への損害賠償。大阪地裁は、佐川氏の本人尋問を認めない方針。裁判長、尋問しなくても判断は可能、無理でしょ。国会では、訴訟を理由に証言を拒否し、結局裁判でも、被告本人から何も聞けない。国会も行政も検察も裁判所も、すべて機能を失ってるのは異常です。雅子さんは、取材に対し、希望の光がプツンと消えてしまった。これでは何のために裁判所はあるのかわからないと話した。大阪地裁。これは何？誰に忖度してるの？裁判所が隠蔽に加担してどうする？佐川氏尋問で麻生財務省、安倍元総理や秘書官などがどう関わっていたかについて、真実が明らかになる恐れがある。それは困るから、証人尋問なしで佐川氏全面敗訴にする。雅子さんは、完全勝訴だから控訴できない。政府が認諾で逃げたのと同時、ことを裁判所がやるということ。判決で賠償額が満額でなければ、控訴できるが、その場合も控訴審で、尋問なしでも判断できるという理由で、尋問してもらえないということになるのだろう。佐川氏が請求を認諾しないのは、何もしなくても、裁判所が賠償額を値切ってくれることを期待しているからだ。日本の司法はどこかおかしい。最悪のケースは、国家賠償では、公務員が個人で責任を負うことはないという過去の判例に沿って、中身の議論に入る前に、雅子さんの訴えを認めずに却下すること。しかし、個人責任を認める学説もある。これだけの悪事を働いた佐川氏の責任を問うために、どのような理論を考えるのか、裁判官の良心が問われている。大阪地裁は、赤木雅子氏の要望に応えず、佐川氏尋問を認めない。呆れる。第二次安倍政権以降、司法がすっかりおかしくなったのは、周知の通りに。でも、愛知トリエンナーレの名古屋市未払い金をめぐる、名古屋地裁の判決は、久しぶりにまともでした。負担金の未払いは、名古屋市の全面敗訴。おめでとう。大村知事。一人の善良な公務員が死に追いやられた。それでも、権力の手で、真実は永久に闇に葬られようとしている。自民党は、みんなが忘れるのをじっと待っている。森友事件は、国に刺さったトゲ。放置すれば、国全体に毒が回り続ける。森友学園への国有地売却で、財務省の決裁文書改ざんを苦に自殺した赤木さんの妻雅子さんが、佐川元理財局長に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁裁判長の中尾は、佐川への本人尋問はしないだと。赤木ファイルでも、佐川の直接指示を示すメールの存在も、明らかなのにどうして、日本の裁判所はこうなんだ。同じ自民党政権の同じ、安倍内閣の大臣二人が、同じように、関連業者から、数百万円の賄賂を受け取ったのに、農水大臣だった吉川隆盛は、逮捕されて有罪判決を受け、経産大臣だった甘利明は、逮捕もされずに、今も、国民の税金で悠々自適。やっぱ、安倍友だけは特別扱いなの？赤木さんを殺した佐川信久のように、